とかちょっとこのそうだねペアでも ね初優勝で、それか今ちょうど開いたかな、この永遠のライト、あこれすごい出るときサマンパスとか出るんですよ。あそうなの、打ってみる、まあ、俺永遠の消防隊ちょうど4だよ。えマジですか、あこれしときます、頼む、あどっと、なんか先ほどは何もなかったタイミングだったかもしれない。なるほどね、飛び込みだったのね、もしかしたら薬物の色で、うん、このラッシュ入るかどうかって決まる、結構青だったけど、いや入った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 、そうやないの、お上手だね、あら10ラウンドじゃない、勝だ勝、よし10ラウンド来た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 、ストレートで行くんじゃないの、どうしよう行っちゃうかな、どうしよう行っちゃったら負けました、惜しい負けました、惜しいね、こりゃ北斗で入らないわけですよ10ラウンド引いても。一旦はまあここで外れるんでしょ、一旦は当たんのかい、そのまま当たんのかい、当たるんかいそのまま当たんのかい12,500円ね、そのまま当たるんかい、よしまずは 66% ね、赤で成功濃厚、緑で7割近く、緑になれば7割ぐらい、いけおい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 、まあでも確かに分岐は多いけど129分の1だし、うん、楽しいかもね、そうですよね、当たりやすいからまずチャンスが多いかなっていう、で入っちゃえば本当にすごい出るんで、8割ループね、共演者の人とかがもうすごい出してたりするの最近もすごい見てるんで、もう一撃でみんな面白いって、まあ確かにみんな面白い面白い言って、その上位やった人とかももう、あ面白いわっつって振り分け、今の悪い方を引いても、うん、まあなんて言うんだろう、いいですよね、なんかのゼロじゃないから、そう怒り得る気がするもんね、やっぱりこうある程度選ばれないといけないタイプなんで、な、ね、苦手ではあります、確かに、確かに、うん、選ばれし、選ばれ続けなきゃならない、ね、そうなんですよ、最初は3人に2人選ばれて、次はその後半分、まあ半分か、まずは、ね、そこはまず半分やって、でその半分の中の3分の2かまたみたいな、だからなちょっとずつちょっとずつこう、あ君ここで君はさよなら、さよなら帰ってくださいって言われて、そうか、あまだ自分残ってますっていう人がやる、俺ドア頭で行かれたもんな、はい、帰ってください、ここで第一関門で、で私その過去に1回だけこの台打ったって言ったじゃないですか、うん、その時本当3倍ぐらいハマって、うん、もう当たる気がしないし時間がないから他の台に行ったんですね、うん、でもうこの台が見えるような位置にたまたま座ってて移動して、そしたら私がやめた台をね誰かがすぐ座って、うん、すぐ当ててたんですね、で、まあ、私はあまりその鎌掘られたとか、うんうんうん、そういうことは思わないタイプなんですけど、うん、で普通にまあすごいなみたいな見てたら、当てたわ、あの 0.8% の直行引いててもうすごすぎて、あ、来ました、すごすぎてもうびっくりしたって話、よりによってそれかよってすごすぎると思ってもうそれは伸びた、拍手みたいな伸びた、それがすぐ終わったんですよ、したらまたすぐ引いて、また入ってんですよ、今度は順段段階踏んでまた入って、それが伸びてました、そういう、ね、持ってる人は選ばれる人はね、そう、 そういうことなんです、まあ任せろ、今俺が選ばれてやるから、ガセじゃねえ、継続だって書いてある、まだ持ち玉ですもんね、持ち玉全然129分の1だったらこのぐらいの連チャン起こりえるもんね、うん、ありますあります、ホルムラビとハラちょっと一番弱いですけど、チャンスアップ次第ででもなんかもしかしたらワンチャンあるかもですね、あすごい弱い、そうすごい弱いですね、ガセりそう、カットインも普通だし稼りそう、あめっちゃ稼りそう、あめっちゃ稼りそう、さっきもしないと高いのに、さっきの演出よりも強そうだったけど稼ったと、でバブル入れちゃおうかな、でもこのぐらいの確率だったらありだよね、はい、バブル入れちゃおうまあ別にデバブルしなくても当たる可能性は残ってるんでね、このぐらいの確率だったらありだね、うん、あとあの子が上にこうふわって浮かぶね、プスプス
メラメラだかプスプスだか炎の子ですか。そう、尾瀬さんが作り出す、あ、作り出すキャラなんですか。そう、尾瀬さんは、あー、あーレバブル、え、カスタムしてないのに。そう、しかも先読み入ってないよ、当該だと思う。え、これか、これですね、当該だ、エンド開始時当たりますよ、うわ、すげえ、先読み入ってないよ。サプライズパターン、まだ持ち玉、すごいな、持ち玉でやりますね。まだ逃げてないまだ30回回ってないもんね。あ、ベニマル来た、ベニマル、ベニマルのリーチじゃないですか。 70%、 そうだね。うわー、新聞ベニマル、これやっぱ新聞ベニマルがやっぱなんだかんだ言って一番かっこいいよな。ズガーン、いやいや、まあ、あら、まあでも大丈夫でしょう。大丈夫だろ、さすがに。ちょっとリーチの展開が微妙ですけど、レバブルがあるし、このリーチ自体も強いし、強いんだもんね。いや大丈夫でしょう、さすがに。先読み出てないけど大丈夫ってことでいいね。いいよね。あ、やるんじゃないの、もしかして、もしかしてなんだけど、もしかしてなんだけど、やるんじゃない。おーおい、ちょっと、おい、きつー、もしかしてなんだけどと思ったんだけど、先読み出てないってそういうことじゃないと思ってレバブルのオフの時って信頼度何パーってたっけ。いや 90% ぐらいありますよ。あ、 90% ぐらいか。あ、やると思った、もう入れるわ、怒りの怒りのレバブル入れるわ。一応白だったんで、ああ、それでも 88% 88% か。赤だと99なんで、もう赤が出ちゃえばもうあれですけど、でもそれでもおいおいおい、やったね、ベニマルだし、ああ、これやっちゃいましたね、これは完全に一旦当たりだと思ってたから、はい、あー、先読み出た、え、さあ、おいが、ちゃんと入ってんだろうな、チャンスが入ってる、さすがに3度目の正直で、ね、でもね、今度レバブル入れたから、あ、カスタム有効期間中ですかなはず、うん、出ろ、でも出てほしい、出てほしい、あ、出た、いや、大丈夫、今度はいいね、今度は、今度はもう全部揃ったね、信頼の高い大丈夫大丈夫、あ、119だ、 おわびレバブルじゃないですか、おわびレバブ ル, レバブル、ごめんねって、びっくりしたって、今度は当てるよってね、ワンワンにゃい、マモルくんね、マモルくん、この子は人間なんですか、わからん、正体は着ぐるみのはず、すごい、このまま V と V と思うのかな、あ、一応、あ、延長なんか、一応行くそっかそっかそっか、おお、すげえ、すげえ、放流かー、すげえ放流出てきたけど、金 95%、パーフェクトだね、とりあえずは 90% オーバーがもう連発してますよ、とにかく、あの、すごい分かりやすい、まず、右打ちを欲しいね、これさすがに、これ、今度はもらえるか、さすがにラッシュじゃないですか、あ、もう、あ、しかもこれアイリスのやつですね、うわ、熱いやつ、これが来るともうかなり強力なチャンスアップ、もうここまででザッツオールと、ずっとわー、いってらっしゃい、よし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 、いや入るでしょう、そんな豪華だったら、なんとなく36回転ね、500円追加投資、あの、ユニコーンだと思うと豪華すぎると入らないことありません、お、じゃあダメじゃねえか、いや、もう思ったことないですか、お、わからん、覚え、本当ですか、あ、でも確かに覚醒とか、と覚醒とかしてめっちゃもう、てんこ盛りすると入んないこと多くって、うん、まあ、入んないから楽しませときましたみたいだね、でもまあ永遠は分かんないんで、永遠は大丈夫だろう、なんつったってさっき一回外してんだから、さっきね、弱いので当たってダメでしたもんね、そう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 、関係あるか分かんないですけど、たまたまか、逆にな、うん、逆に今回は、いや2回連続30%の方行くとかないわ、いや、ないと思います、ないですよ、そんな、あ、もう緑だもん、あ、ミドルスタートだ、もう緑だもん、もう大丈夫じゃないですか、これは、オッケーオッケーオッケー、あ、ボダボ緑だ、よし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 、次はで、こっからだね、こっからまず当てて、これが10ラウンドで、うん、で、上に行きゃいいのね、31回31プラス4ね、これもあの、先読みと先読みじゃねえや、レバブル入れてるのか、あ、レバブル入れてる、あ、両、あ、レバブルと先読みチャンスが入ってる、お、入れるよ、バシッと決めるから、先読み入れちゃってください、なんとか、あっという間だ、やばい、はあ、結局だ、結局最後の4回転でどうにかしなきゃならない
頑張れー。はぁ、堀は溜まってる。この残り4回転で引けるんだったらむしろ入らなくても大丈夫だったのではっていうね。あーはぁ、これがまだここか、ここから当たる可能性あるのか。1、0、まあまあまあ 50% なんでね、むずいんすよ。いやもうすごい牛歩だ、すごい、ちょっとずつちょっとずつ前に進んでる。おっとレバブル来ました。やろ、カスタムしてます。あ、でもカスタムあり、カスタムあり、さっきを見とレバブル入れてます。来たね、7点あら、直行なんじゃないの。あ、で炎の7じゃないとダメなんですけど、普通の7はダメなのね。普通の7は直行じゃない。あ、ここじゃない、え、あ、でこれだよね、びっくりした。え、当たっちゃうのもしかして、ここで。あ、さすがに、さすがにダメか、発展して当たるパターン ね。今まで当たったら気持ちよかったんだけどな。まあ当たりますよ、カスタムしてるんでね。あ、これは最強リーチかな、これは最強リーチですね。巨大、多分巨大ホームラビット。おお、テロップも赤だし、タイトルテロップ結構分かりやすいですね、この台ね。7だとラッシュは確定。え、なんか延長7図柄っていうのがあるみたいで、それだと直行、それだと直行。はい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 、完璧な流れです、文句なし。え、これ直行でいいんすか。いや、どうなの、炎上7からってまた違う、なんか黄色7とかじゃないの、どうせ炎上え、普通の7でしょ、それ。嘘、普通の7かな、普通の7だよ、普通の7かな、やっぱり、炎上してるように見えるんだけど、まあ、多少燃えてるように見えるけど、なんか燃えてるんだけどな。いや、そんなもんじゃないと思うよ、もっと炎上しちゃってる。169回転目で、あれ、あ、追加投資しましたね、1000円追加投資です。青、緑、赤まで行きました。はい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 、よし、 OK OK OK、 じゃあ次は10ラウンド取ればいいのね。 OK OK、 総投資が今7500円ですね。ちょっと先読みチャンスにしちゃってるんですよ、何も起きないです。大丈夫か、頼む。あ、点滅来た。あ、点滅でも OK だもんね、さっき読みチャンスにしてれば 80%。 へい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 、いけるんじゃないのこれ。10ラウンド、10ラウンド、青保留リーチにはなるでしょう。ジョブワンね、でもまあ先読み来てる。え、外れる、嘘、え、先読み、え、入ってる、え、入ってるよね。え、外れたんだけど、入ってる入ってる、チャンス入ってる、うそ、うわ、ショック。もう当たると思ってた、先読み来たし。外れんのかい、なんだよ、もう当たったとのラウンドの話だったよ。当たらないんかい、むずいって。あー、終わっちゃう、むずいよ、早い。そう、こうなってくると、あの初回のラッシュの10ラウンド悔しいですね、もう湧き上がってきます悔しさが、あれが。なんで、なんでだよ、ついてきてねえ方なんだよ。そうそう、そっちの方が少ないのに。わかるわ。ちなみに3、7テンパイとりあえず、あ、7テンパイ大当たり濃厚みたいです。で、炎上図柄だと、炎上してると7が、そうすると 0.8%。 ジョーカー来たけど、ジョーカーね、明らかに悪そうだろ。やっぱ悪いやつなんですか。それはどうかな。あら、こう見せかけて実は味方とかかな。ジョーカーに限らず
結構、すごく目まぐるしく敵味方が入れ替わるね。入れ替わるっていうか、まあ、なんかそういうテーマだと思うんだよね。みんなが思ってる悪いやつって本当に悪いやつなのかって、でみんなが思ってるいいやつはいいと、正義だと思ってる正義は本当にそれ正義なのかみたいなこともテーマになってると思う。この信楽君が悪魔って呼ばれてるのよ、元々は悪魔と呼ばれて、悪魔の子と呼ばれて、こう意味嫌われてきたの。かわいそう。そうでしょ。で信楽はヒーローになろうとしてるんだけど、まあ、そういうところも多分ね、風刺が入ってるんだと思うんだよね。でもこの間さ、青森に行ったわけ。ずっと昔行ったことあったんだけど、久しぶりに青森市、青森かな、はい、行って、あんまなかなか行かないからさ、いろんな人がこう遊びに来てくれたんだけど、青森ってほんとさ、住む場所、青森県の住む場所によってさ、俺だって東北生まれじゃん、で東北弁分かりますよ。でも住む場所によってマジで聞き取れない人たちいた。私も、お酒も入った。私も、本当に何言ってるか分かんないことは昔ありましたね。あ、そう、津軽の方だったかな。そうそうそう、津軽弁、そっちの方がやっぱり分からなかったことありましたね。いや、俺自分に絶望したわ。俺東北人で同じ東北の人のに聞き返すことになるとはと思って、なんかちょっと嫌ですよね。なんか悲しかった、でもすぐ慣れて聞き取れるようになったけど。私あのレバブル来てます。レバブルも来てるし、ラキオ、あ、また来てる、また来てる。あらあら、もう一度トライね。もう一度、いいね、早いよ。129分の1には苦労しないね。投資9000円ですよ。もう一回続くんじゃないの。2万なくなってゲス、徐々にやられちゃいますからね、こういう台は、ね、削られていくね。からの頼む、救ってくれ。あ、アンカーポンジで夏に消防隊員、投資の炎を消してくれ。うまいこと言いますね。こっから議事連ね、火の車になっちゃうよ、してくれないと。うまいこと言いますね。さっきから次々と、これもチャンスの演出ですね。まあもう当たりますから、さすがに、さすがに当たりますから、あとはもう入るか入らないか、数字までは大丈夫と、揃うまでは大丈夫。わあ、応援の炎に帰省、こんな保留もあんだね。ですね、さあここから来ましたね。この人はシスターちゃんなんですか。そう、魂が燃えてるから、魂を鎮めるために、へー、というなんて言うんだろう、その宗教的な方針というか、あ、なるほど、祈りが必要なんですよ。へー、さあ、レーザー当てました。どう入るか。緑、赤までいった。うまいね。よし、うまいね、入れてますね。おまだ今のところ 100% ですよ。パーフェクト。よし、頑張るぞ。チャンスにしてます。先読み頼む、頼むよ、怖い、先読み。うわー、マジか。切なー、駆け抜けれんだ。片目引きするしかない。あ、待って、あ、引いてたんじゃないの、これ。すごい、おおおお、残王流31回転目です、多分。お見事。うわ、嬉しい、でかー、嬉しいね。2ラウンド、あ、まあまあまあ、つながった、つながった、はい、とりあえずなりました。いや、もう先読みチャンス消そう、おすすめでしょ。何も出ないし、出ないとちょっとね、寂しい、あっという間に終わっちゃうから、先読みチャンス取ったのに何も起きない。結局何も起きないよ。ラストだよ、もうなんでだよ。540 悲しい、もう自分と
かだな。普通なかなかきついですよ。でも2人でさ34回転今4回やってるでしょ。4回やってます。俺が1回スルーして1回、私2回、3連続か。だから100回転ぐらい回してるんですよね。100回転当たってない、まあでも2倍ハマり。そうだね、あるわな。そろそろ次ぐらいでね、さすがにいけるんじゃないですか。1回目にね、別に10ラウンドの上位突き引いても悪くない。3割あるんでしょ。だってそうなんですよ、全然ありますよ。おー、来た、先読み来たよ。よしよしよし、飲めた、飲めますよ。あれ、レバブル入れてるんでしたっけ。入れてる、うん、入れてる。そい、完璧でございます。よし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 。まだ1000円やったんですか、うん、めちゃくちゃ1000円ある。2万と3500円ね。何枚やったんですか、さ40枚ぐらい持ってる。もっと前に使ってくださいよ、そこまで溜まる前に。40枚ぐらい持ってる。お、巨大。あー、かっこいいね。巨大ホブラーじゃないですか。青線、まあ、このやっぱ青線もちょいちょいところどころでチャンスっていうか。あ、青線って結構なんかね、原作の中でね、これいいこと言われるんだよ。仲間を見失わないために、そう、繋がりを消さないために、で普通の消防隊は赤線だったかな。だからこの特殊消防隊の人たちが青線って呼ばれてるんだよ。なるほど。パイン。やっぱり来ますね、高確率で当たるときは。ね、絡むね。よし。よし、ラート。入れるよ。入れましょう。そうそうそう、まあ、まずはね、まずはここの66番白のまんまでも濃厚みたいです。青になっちゃった。したら緑まで、緑攻めて緑。やあ、嘘だろ嘘だろ。なんでそんなに何回も何回も 30% 取れねって。3、4、OK! チャージ完了。行きましょう。青ね、まず、最善の青に、まずは青、青、うん、家族を守る、青、うん、ダメでな、2回も髪もむくってます、青、うん、ボタン、ボタンはオールデフォルト。すげー。そりゃそうだろう。わあ、2ラウンドしか引いてね。確かに。でも私もなんだかんだ言って1回しか引いてないですよ、10ラウンド。確かに、そっか。いっぱい当たってるけど、ね、そこそこ俺まだ10ラウンドの抽選受けてねえもん。頼む頼む頼む。あ、赤来た赤来た。あ、当たった当たった当たった。よしよし当たった当たった。よし、10ラウンド。頼む頑張れ。頼む。まずは10。まずは10。あ、レバブル来た。赤だ、しかも先読みなかった。ラストチャンスだ。本当にお願いします。